おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもです。俺自分に今キャリ取る、今自分にキャリ取る、もうちょっと取ってるから、もうちょい自分にキャリ取る。はい、今日はですね、今日はなんかまあ皆さんギャンブルする人もいればギャンブルしない人もいるんですけど、まあやってみてやった後になかなか手が引けないってことはありませんか。まあギャンブルで言うと、パチンコとかにいっぱいお金使ったのになかなか出なくて、まだ出るぞまだ出るぞと思ってお金つぎ込むこととか、なんかやってたことにこれもうここまで行ってもここまでやったんだからもうやめられないっていうようなことありませんか。うん、諦めをするね時どうしたらいいかっていう、まあ諦める時ってどうしたらいいかって、簡単でしょ、ただやめればいいんでしょ、それくらいのねドライな人とかはいいですよ。意外とねこのやめれない人って意外と感情にね強い人がねなかなかやめれないですよね。どうしてかって言ったらもったいないとか、あと損しちゃったなとか、そういったことは思うんですよ。投資家の人はねやっぱ損切りって言うんですけど、すごいね安い時に買って高く上がってたら得するじゃないですか。その時に本当はね安い時に買って高い時に売るっていうのがね一番投資の鉄則なんですけど、その後で大体あり得るわけないじゃないですか、インサイダーとかやってない限り。で今度逆に下がっていった場合、ここまで下がった、いやこんだけの損だな、山田もう少しいったらなってどんどん下がっていくじゃないですか。それねなんかなんだろう、いつもの言う人生の経験とかで言うときは無駄なものはないって言うけど、無駄なもんって思っちゃうときあるじゃないですか。なんで俺こんなことしてたんだろう、こんなこと無駄なことしちゃって、いやこんな努力は無駄でしょっていう、これどっちとも取れるんですけど、まあ無駄だなって思ったときはそこがあれかもしれないですよね。改良点が見つけるような感じだったらいいんですけど、無駄だなって思ったときは多分やめとくかもしれないですね。でやめるときにはスパーンとやめてた方がいいかもしれない。でもう俺とか結構ねやめたっていうのもね心残りとかしちゃうんですよ。でも一番いいのは忘れちゃうことだね。でも忘れられないんだよね、そういう人はどうしたらいいんですかってことになるじゃないですか。忘れられない人はもう違うものを、違う夢中になるものを見つけましょう。はい、でもなかなか見つけられないですよねって言ったら、いや見つけるのいや見つけるの、そうですね、見つけられないんだったら見つけるの、はい、そうです。それどんな解決法ですかって言われそうですけど、いやまあ、朝にでもそうですね。大体さ、大体さ、本当に職場でもやりたいことでも、なんかこれもう気が向かないなと思ったら、もう次のことを探してることって結構ありませんか？あるでしょ。で、まあ、本当に何もないのに、なんかね、感情で動いちゃう場合もある。ね、もうやってられるかって。でも大体そういった場合って、大体後で後悔しますよね。あ、まだ戻りたかったなとかね。それはちょっとあれだと思うんですけど、まあ、冷静に考えてちょうどねもうこれもうやめどきかなと思ったらね、やめるっていうか次の方向へね行くっていうのはね、すごいまたそれも大事なねことだと思います。だって何が合ってて何が合ってないかって分かんない、逆に言えばね、自分に合ってると思ってたものが逆に合わないかもしれない。だって色も服の色もそうらしいですよ。なんかね自分の色ってこの色合わないなと思って着てる服がね、でこうイメチェンとかする人いるじゃないですか、あ合ってるねとか言われることもある。で逆にねこんな顔しててこんな服はこんな色はって言うけど、これねその格好してると逆にそれが今度慣れてくるんですよ。どっちかというと自分の服着てるけど見てるの周りの人だし、で自分の気持ちがその服を着てて気持ちいいんだったらもう自分がその顔になったりとか、その、まあ、化粧だったりとか、まあ、髪型であったりとか、ね、目の大きさだったりとか、いや鼻の大きさだったりとか、それ変わらんで、それ壊れたらちょっと整形になっちゃうんでね、でもそんな風になってくるんですよ。でよくモデルさんとかよくいいじゃないですか、写真家の人とか行くじゃないですか、着こなしてない人とか見たと服に負けてるなとかね。でもそれはやっぱり自分の方の 中身だよね、中身を磨けっていうのもあるけど、俺なんかは全然、まあ、アーティストなんでよくねいつも言うんですけど、アーティストってそういうのねもう気にしないんですよね。なんでかって言ったら自分の方がアート性強いから。だからね着るものとかをそのこだわってないとかそういうことではなく、もう着られてないって感じ、着られてない、もう自分からスパークしてるんで、こう着てやってるぞってみたいな、着てやってるぞみたいな、そんな感じですよね。今ね、まっちゃんもなんかその出てましたよ。自分なんか黒い T シャツとあれしかジーパンしかいつも入ってないけど、俺はこれでええねんって言ってて、俺がブランドだから、このこっちは外がねすごい高級品でも俺関係ないんだよ、俺がブランドだからって、まあ、そういう感じで俺もねなんかそう思ってますね。やっぱりまあ料理人なんですけど、なんか一人の人間として俺がブランドだから、そのブランドに対してね遜色ないように、傷つけないように、そういった風にね生きてますということですね。今何変わって、あそうだ、だから着るものによって変わってくるっていう、最初の方のね話してるとね、最初の方の地方省か、俺最初の方の話はどうだったかなって思い忘れちゃうんですよね。
しかもこれ1日何本も撮るでしょ。何本も撮ってると、わあ、あれどれだっけ、どの話だっけ、前回もそうでしたね、何の話をしてたっけってなっちゃうんですよね。でも何の話をしてたっけってどうでもいいですよね。だって全体がまとまればいいんだもん。全体がまとまればとりあえずうまくね、10分ぐらいの動画になるだろうって思うじゃないですか、まあ、とりあえず見てる人もね、ちんぷんかんぷんってなるかもしれない。そのちんぷんかんぷん楽しみましょうよ、ね、今ね、脱線してても話が脱線してってる、うん、あのその中で楽しんでいくっていうのもね、今無理やり楽しんでいくって言っちゃってるけど、いや洋服とかも本当にね、自分が合ってないようなものとかでも実は合い出すっていうね、うん、ね、いつがやめ時でいつが始め時かなんて分かんない。だってスパンと終わった時が終わりで、でそこから先はまた新たな始まりってことですもん。もう写真のコマでいったらポン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 ってやって、こっからここに切れただけで、これをくっつけちゃえば一緒って言うだけのね、そういうことじゃないか。食べ物だとしたら、まあこれは難しいな。ラーメンの中にスープがない、ラーメンスープがないんです。あるのはもうチャーシューとネギとメンマだけ、うん、どうするか、これ味ないじゃないですかって想像しましょう。想像してこう食べてると、いや本当にそういうことありますって、食べ物がない想定してください。家にあるのはお米だけって、でお米だけでさ食べてたらさ、お米だけ食べたら、あそっけないご飯になると思うじゃないですか。俺はおにぎりだけも大好きですよね、食べてる。でもそこでさ、難しいんだけど、カレー食べてるなって思ったら、カレーが食べてるようなことになるんですよ。脳を騙してるわけじゃなく、自分の考えたことが現実となるんですよ。この食べてるのが美味しいなとか、刺身食べたら刺身と食べてるなって、すっごいねなると思うんですよ。すっごい飢餓状態になったらちょっと分かんないですよ。もうすっごい飢餓状態になったらやって、ああもうすっごいお腹すいた、もう死にそうなぐらいなってなったら分かんないよ。それはもうそんな余裕ないと思う、うん、もうカレー食べたい、いや俺はもう何でも食べたい、俺はもう草でも何でも食べたいですね。俺も虫は食べないんだけど、虫も食べてるかもしれない。いや食べないだろうな、食べないだろうな、もうそういうことになると思うんですよね。だからそういうふうにね、思い込ませていくっていうのはね、何でもできると思います。うん、だから全部振り出しになったと思うことも必要と、切っちゃう部分も必要かと、うん、だからそれ切ったからね終わりってわけじゃなくて、やっぱり続けていくってことの変わりはないんで。だってその諦めたことっていうのはまた次の新たな始まりなんで、よく言いますよね、やり時がやめ時のね、潮時か、潮時がまた新たな始まるね、そこの最良のチャンスっていう、そういうこともあるってことを自覚にして、いろいろ行動していけば絶対問題ないっていう、もうとりあえず俺はもう絶対何でも問題ないってね口癖にしてます。うん、そしたらね問題ないことかに、ね、なってきます。なんでかって、問題があることも問題がないと思ってるから、こう脳に言ってるから、脳を皆さん使ってください。脳は勉強するためだけじゃないです。脳は自分の頭、考え方、生き方をアクティブにするためのものです。うん、だから脳に支配されるんじゃなくて脳を利用しましょう。だってさ、あの物ってさ、だからトンカチだってさ、叩くからさ、叩いて、まあ今トンカチ打たれるのかな、みんな、まあ、釘打ってさ、家作ったりとかするじゃないですか。でもこのトンカチでさ、人殴ったりとかしたら殺してるじゃないですか。まあ、このトンカチっていうのが物と一緒ですよね。使い方によって分けられるから、うん、だからいつも明るいこと考えて面白いこと考えてる人はいつも面白い人生を送るし、いつも暗いこと考えてなんか陰気だったら陰気な人生を送るし、そういうことですよね。だから自分に合っているような服があって、もし今日やめたなとか、いや今日この服で乗って気合入るなとかだったらそれでいいって、で周りのねことも常々言いますが、周りの色見て、あこの人綺麗だなとかそれを真似してもいいし、逆に言ったらね、この人ももっといい服着たいなとか思ってもいいし、下手したら裸でもいいしとかさ、もういろんな、もう10人だったら10人トイレでいいじゃないですか。とりあえずそういうことで、はい、今日もありがとうございました。本当にね、わけわからん、もうわけわからんです。ありがとうございます。またなんかとりあえずよろしくお願いします。もうコメントとチャンネル登録できればよろしくお願いします。それではまた、バイ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 。